この時間は秋田対栃木、こちらの一戦をお届けいたします。スポーツパークで行われる本日のゲームです。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。秋田 4-4-2 のシステムですがどうご覧になりますか？そうですね、昔から、まあ、あるバランスのいいシステムですよね。そうですね、フラット型の場合システム全体がサイド攻撃主流になりますからね、サイドハーフとの連携が大切になってきますよね、はい、また中央にダイヤモンドを作る形でもバイタルを作るためには相手ディフェンスをできるだけ散らす必要がありますから、キープレーになるのは、まあ、サイドバックになってきますよね。そうなんですね、サイドバックの上がり方ですね。そうですよね、ただそこが上がった時ディフェンスライン全体がその空いたサイドにスライドして人数をカバーする必要がありますよね、はい、まあ、ディフェンス陣は特に気をつけなければいけないですよね、まあ、そのあたりも含めて各ポジションごと役割が明確なシステムと言えますよね。なるほど。さあファーストハーフ見ていきましょう。秋田対栃木、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイド紹介です。向かって右のエンドから攻めるのが栃木、反対側左のエンドからが秋田。チャンス、さあどこに出してくる、シュート、まずは立ち上がりシュートを打ってきます。短く出す、これはクリア。セヌマ、これは読んでいました。大森、西谷、セヌマ、トカチ、もう一つ前に行きたい。ここで丁寧にボールを扱う、中に合わせてくるか、ボールが上がる、長いボールを送ります。さあここでカウンター、藤山、右サイド上がっていきます。セヌマ、いけるか、さあどうする、秋田奪い返します。藤山、宮上がっていく、外側から攻めていく、クロスを上げる、クリア、このピンチをなんとか出します。サイドを使います。五十嵐、裏へ届くか、必死のクリアですよね。裏を狙っていきます。これ仕掛けるか、チャンスを演出できるか、シュート、ちょっとつくことができなかったか、ディフェンス陣非常にアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。大きく縦へ、縦へのボール、セヌマ、サイドのスペースへ走らせる、上げる、
沖野、秋田、立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。積極的に攻め込んでいる分少し攻勢に見えますけども、両チームともグイグイ来てますから、いつ点が入ってもおかしくないような状態ですよね。サイドへスルーパス、一旦前を取る、中は枚数います。サイドを使います。秋田、このファーストハーフ中盤まで決定的なチャンスはないものの、相手よりポゼッションは上回っています。まあ持たされてる感じがありますよね。今は上手に組み立てることよりもしっかりとシュートで割ることを意識した方がいいですよね。ディフェンスをシュート、もう空いた瞬間狙ってきますからね。もともとミドル得意ですからね。ガラシ、大森、組み立てながら攻め上がっていく。これはどうだ、シュート、裏へのスルーパス、この位置でボールを受けます。いけるか、クロスを選択、藤田しっかりと抑えました。五十嵐、大森、サイドチェンジ、さあここからの展開、ふわっと裏を狙う小柳、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。瀬沼、どうする、ミドル、素晴らしい反応でした。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。トカチ、ミドルシュートを打っていきました。小柳、左サイド上がっていくところ、また中央へ、ここで受けて、トカチ、大谷、五十嵐、サイドへ、また中央へ、ここは通しません。前半30分を経過しています。青木、さあどうする、右サイドへ振って丁寧に足元を使う、中で味方の選手が待っている、クロスを選択、トカチ、セヌマ、さあつながるか、これはつながりませんでした。沖野、長いボール縦へ、大森、長いサイドチェンジ、このパスがつながります。
西矢、裏のスペースを狙う、ここ拾って次につなげたい秋田、裏を狙う、もうこれいいでしょ。今日は両チームともいつ点が入ってもおかしくないような試合展開が続いています。どちらもシュートを打ってるんですけどもね、決められないという感じですよね。さあ右へ預けて、トカチシュート、キーパー、これよく止めましたね。いやいい反応ですよね、ファインセーブですよね。これはクリアです。足元大事に行きます。西矢、五十嵐、仕掛けるか、どうだ、サイドを使います。ここは間合いを取る、クロス合わせてくるか、どうだ、シュート、このクリアボール次へつなげたい。中に入れる、チャンスを演出できるか、藤山、長いボールを送ります。さあ一気にカウンター、沖野、秋田、ここでファールをもらいます。中央上がっていきます。プレッシャー、ルーズボール、ここで丁寧にコントロール、サイドへ仕掛けるタイミングを図る、サイドを使います。いいプレッシャー、ここで長いホイッスル、前半終了です。まだスコアレスです。さあまずは前半が終わりました。いや非常にこう打ち合いになった前半戦になりましたよね。ただ結果的にはまだどちらもゴールはできていないわけですから、後半はやはり決定力の差、これが勝敗を左右するでしょうね。秋田対栃木、0対0のまま折り返します。さあ後半キックオフ、両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、ね、少し時間を置いた後この立ち上がり、どう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね、トカチ、この位置で受ける、撫でるようなボールタッチ、さあ中はいる、中央へ、いやファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの難しいボールによく触りました。キーパー、枚数いる、中につなぎたい、中央、ここは抑えました。
西谷、トカチ、佐藤、大谷、西谷、パスでつないで攻め込んでいきます。栃木サイドを使います。これはつながりません。藤山、沖野、大きく縦へ、佐藤、大谷、縦へのボール、沖野、スルーパスを狙う、上がっていく右サイド、中へのクロス、届きません。栃木としては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしますよね。そうですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなってしまうようにも思えるんですが、これどうなんでしょうか。そうですね、おっしゃる通り裏のスペースをケアしている分、どうしてもボールホルダーへのチェックは普段よりも遅れてしまいますよね、うん、ただディフェンダーとしては1対1のマッチアップは少なくともトレーニングしてますから対応できるはずですよね。逆に裏に出されてキーパーと1対1になってしまう方が失点につながる可能性は高いですからね。確かに追いかけるというような状況に持ち込まれると厳しいですよね。そうですね。長いボールを送ります。大谷、トカチ、セヌマ、さあどこに出してくる。さあゲームは60分です。この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、未だスコアは0対0のままです。シュート、まあどんな状況でもどこからでもゴール狙ってきますからね、意識高いですよね。ミドルシュートに行きました。トカチ、沖野、ボールを下げてリズムを作るか、まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。大谷、サイドチェンジ、このパスを受けてアーチのようなパス、いいボールですね。セヌマ、体を張ります。大谷、セヌマ、絶好の位置で受ける、どうする、ここは一旦後ろへ、仕掛けるタイミングを図る、沖野、大きく縦へ、青木、ここで前を向けるか、素晴らしい連携、ここで丁寧にボールを扱う、
後ろへ戻してうまく詰められましたからね。長いボール縦へ、サイドへ、藤山、チャンスになる、チャンス、シュート、大森、大きくサイドチェンジ、長いパスがつながります。大森、トカチ、大森、ドルーズボール、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。佐藤、ここで一人で持っていく、トカチ、大森、瀬沼、さあどうする、これはチャンスだ、さあどこに出してくる、これ仕掛けるか、シュート、触る、すごい反応を見せました。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。いや綺麗なボレーでしたけどもね。そうですね、しかしまたそれ以上に素晴らしい反応を見せたキーパーです。大きく縦へ、さあカウンタースピードを上げたいところ、青木、佐藤、一旦戻します。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。プレスからボールがこぼれる、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。小柳、本当に最後まで目が離せない試合になってますね。大森、佐藤、大森、トカチ、瀬沼、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。縦へのボール、藤山、長いボールを送ります、スペースを狙う、いいとこありますよ、抜けるか、さあ最後クロス入れてくるか、つなげたいですね、ここね、手元の時計3分を切っている状況、秋田、この残り時間わずかな状況を展開していけるのか。大森、ここはファールです。直接ゴールを狙うには距離があります。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。藤山、スルーパス、一旦前を取る、さあ上げられるか、中央へ、サイドを使います、藤山、
事に行きたいですね。ここ秋田もうラストワンプレーもしくはツープレーというところでしょうか。栃木ここは一旦の流れを切ります。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。0対0。今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。選手たちにとってこの結果はいろいろと思うところもあるんでしょうけども、見ている側にとっては目の離せないシーンがいくつかありましたからね。内容自体は良かったですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。0対0、スコアレスドローという形で終えています。